サッカーファンの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。パスカル、ここはボールを奪いに行きます。彼からは素晴らしいクロスが期待できます。やっと決めに来た。ヘッドでわずかに外れてしまいました。フェルマーレン、シュナイダー、モンテッダ、どうする、決まるか。ゴールゴールゴール。ボールと人がうまく連動しています。効果的なパスが通る。振り抜いた。ヘディング、クロスバーを越えていきました。ボールを奪おうとします。これはパスミスになった。さあどうだ。切り裂いた。パスが通った。カウンターが決まりません。サイドへ展開していきます。サイドでボールを奪われました。コクいい形ができつつある。ここはボールを奪いに行きます。シュート、バーダー、前に押し出します。仕掛けてきました。ここはプレーオンです。モンテッダ、これは決定的になる。カウンターアタックはカットされました。狙います。現在ボールをキープしているのはバイキングス。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。クロスきた。ダイレクト。あ、パスコースにはディフェンスがいます。さあゴールの方向を向きたい。ボールの動きが激しい。ここを抜けてきます。もう時間は残っていません。今のカウンターが決まっていれば違ったんですが。頭できた。さあ残り時間はわずか。ヘッド、ポストに当たって跳ねか。決めるしかない。ボールを取れるでしょうか。1対0で試合が終了いたしました。完勝と言ってもいい内容だったのではないでしょうか。実況の西岡明彦です。今日はよろしくお願いします。シュートに行けるか。どうだ。頭でシュート、キーパーの手の中へ。ボールが動きます。危険な位置です。緊張感が増してきます。モンテッダ、中はどうだ。クロスは許しません。さあスローインでの再開です。ボールはどうだ。惜しい。クロスは結局合いませんでした。決まるか。シュッ、パンチングで弾きました。シュートが正確な選手ですが、このチャンスをものにできるでしょうか。今のパスで完全に飛び出しが早すぎました。さあ周りを見たい。さあサイドでボールをカットしています。ヨボシュッ、コースを塞ぎます。今のプレーにちょっと不満のようですね。ですよね。ヘッドでシュート。このシュートは難しかったか。
中にはど前に出しました。相手にボールが渡りました。ヘディングシュート入った。これはナイスシュート。シュナイダー見事なパス。あっと決まった。同点ゴールです。いい形ができつつある。ここはボールを奪いに行きます。切り裂いた。綺麗に通った。キーパーボールをしっかりキャッチ。いい形を作りつつあります。モンテッダ、ここでこのシュートは浮いてしまいました。現在ボールをキープしているのはバイキングス。さあゴールの方向を向きたい。このクロスはブロック。これで決まりだ。ボールを拾いたい。こぼれています。打てるか。キーパーがボールをセットして、パス通りました。顔を上げたい。合わせられる。コースが変わります。クロスは通りません。頭でのシュッ、きた。ゴール決まりました。さあどうだ。クリアできるか。大きくクリアしました。ひとまず安心です。ブロックに当たる。チャンスの匂いのするパスです。上がった。頭で跳ね返った。これは危険な位置での、決まった。ゴール。いいですね。まだあります。なんとかボールをクリアしました。3対1のまま試合は終了です。フレンドリーマッチが終了いたしました。サッカーファンの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。つながります。いいボールを送りたい。上がった、ね、ボールはクロスバーをわずかに外れました。ボールを運びゴールに襲いかかります。味方はいるか。クロスが通れば大きなチャンスでした。ボールを奪おうとします。シュートだ。難しいシュートでしたか。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールはまだ生きています。ボールを大きく押し出します。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。マーカーを振り切った。本当にこのシュートはさすがに強引か。いい形を作りつつあります。決め、ディフェンスに当たった。ボールダッシュを狙い、ここはクリアしたい。一度です。シュナイダー、モンテッダ、よく見えています。打った。ゴールを抑え込みます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールを奪おうとします。現在ボールをキープしているのはバイキングス。周りを確認したい。決まるか。打つか。これはちょっと最後に焦ってしまいましたが、見事なタックルです。今日はかなり安定していますね。ここはボールを奪いに行きます。これは来た。打ってきましたが、どうでしょう。ロングシュートですが、これはキーパーです。パスは完全に読んでいた。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ボールダッシュを狙い、ディフェンダーが間に入った。気は抜けない展開です。
現在ボールをキープしているのはバイキングス。予感のあるパスがつながった。このシュートには選手が詰めています。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。今度は FC がボールをチャンス、ここで打つ、ゴールが決まった。現在ボールをキープしているのはバイキングス。危険な位置です。緊張感が増してきます。キーパーボールをしっかりキャッチ。ピンチが続きます。上げさせません。攻めても攻めても点が取れません。個人の力に頼り気味のチームですと、このような試合というのは稀に出てきますね。ここでシュート、きた、ついに追いついた、同点です。同点ゴールはしましたね。モンテッラ、ここを抜けてきます。形は良かったんですが、ダッシュを狙います。1対1のまま試合は終了です。さて岡田さん、試合の方はいかがでしたでしょうか。